軽ボンネット版。軽ボンネット版は、1980年代に、軽自動車の主流を占めた、ボディスタイルであり、ハッチバックスタイルのライト版、貨物自動車の一種である。K、ボンバンとも略される。法律上は、全席二人がけ、後席二人掛けの四人乗りであるが、乗用車、いわゆるセダンタイプと違い、法定の過失面積確保の必要から、リアシートは、 下等式で狭くなっている上ヘッドレストを備えおらず、小学生以下の子供以外は実用に耐えないほど狭い、特にトールワゴン型車体出現以前のベーシックモデル。また、ナンバープレートの車種を表す分類番号は仮想などで頭が8となった車両を除けば、軽トラックや軽ワンボックスと同じく頭が4となる番号が付けられている。 1980年代までの軽貨物車は、物品税が非課税、その後、軽ボンネット版のみ5.5%に課税されるで、あったことから、節税目的のセカンドカーとして、流星を極めた、当時の軽乗用車の物品税は15.5%。また、軽自動車は、貨物車であっても、当時の乗用車と同じ2年車検で、自動車保険も停電であったため、小型貨物車、 普通貨物車の貨物車は一年車検。ただし1983年に乗用車、軽乗用車の初回車検が3年に延長されたのに、対して軽貨物車は2年のまま延長されなかった。デメリットも小さかった。1989年の消費税導入に伴う税制優遇の相対的縮小や、1990年代以降のトールワゴンブームなどによるデラックス会の移行で、 軽自動車市場の主流からは外れたものの軽自動車カテゴリーの一ジャンルとして定着した2018年4月現在でも鈴木での生産が続いているもともとこのスタイルの軽自動車は軽四輪自動車の黎明期から多数存在しており1955年の鈴木スズライト SL は乗用車タイプのモデルと併売された極めて初期の初出例である 乗用車派生設計の版としては1963年のスワル360カスタムや1967年のホンダ N360 版など古くから事例が見られる。1950年代後期から1960年代にはボンネット型の軽四輪トラックも多く作られたことからその派生型としてライト版型が発売された事例も多い。しかしこれらは 市場からも、小型ライトバンとして、貨物自動車の一種と捉えられており、乗用車というよりはあくまで汎用車であった。また1960年代以降主流化した、キャブオーバー型系トラック車支派生のワンボックス型、ライトバンに比して輸送力、積載量が劣るため、ワンボックス型系ライトバンが普及した1960年代、コーキーは、さほど存在の大きなカテゴリーでもなくなっていた。 この傾向が一転したのは、日本におけるモータリゼーションが大幅に進行した1970年代に至ってからである。軽乗用車の売れ行きが低迷傾向にあった1970年代中期、特に自動車普及の進行が著しかった地方、郊外ではメインとなる1台目の乗用車に加えて、主婦等が軽便な交通機関として利用する2台目、自動車、 セカンドカーの需要が生じていた。軽自動車メーカーの鈴木、当時は、鈴木自動車工業は、調査の結果、日常で自動車を使用するシチュエーションにおける平均乗車人数は2人未満と割り出した。そこで当時過剰なデラックス化傾向をたどっていた、一般の軽乗用車とは、正反対の商品コンセプトを打ち出し、その手段として、軽商用車のカテゴリーを利用することにした。 当時は前輪駆動方式が軽自動車に本格普及した時期でボディスタイルも実用性の高いハッチバック型に修練しつつあった。このレイアウトであればボンネット型の3ドア乗用モデルと商用モデルは自動車としての基本骨格をたやすく共通化できた。バンタイプの自動車は商用車としての制約から後席の居住性が悪いが運転席部分は 乗用車同様のスペースを確保でき、全席二人までの乗車なら、ユーザーにとっては、乗用車と何んだ変わりがない居住性を得られた。しかも主たる、ユーザーの女性たちは、規格上の乗用車と商用車の区別にはこだわらない、ことが、市場調査で判明していた。商用本ネット版の先代モデルにあたる、フロンテハッチも堅調な売れ機であり、このジャンルで新たな展開の可能性が見出されたので、 これらの検討をもとに、鈴木が1979年にフロンテの商用モデルとして発売した、アルトがジャンルとしての、いわゆる K、K ボンバンの最初とされている。アルトでは5ドアのフロンテと基本構造を共通化しながら3ドアボディを採用、助手席側キーホールや、シガーライターなどの装備、装飾は省略して徹底簡素化し、 エンジンも当初は簡易な2ストローク3気筒を使用した。実用のみに徹したシンプルなコストダウン設計に加え、物品税非課税も手伝って、定価47万円という当時では、驚異的な低価格を提示でき、あると47万円。と謳った、わかりやすくユーザーの記憶に残る、即物的なテレビコマーシャルは、注目を集め、発売後一か月足らずで1万8000台以上の、 オーダーを得て、当時のベストセラーとなった。着付け役となったアルトンの成功に追随する形で、ダイハツ工業がクオーレのバンモデルとして、ミラクオーレを発売し、富士重工業、現、スバル、三菱自動車工業も、同様の車種を相次いで、投入、市場は活況を呈した。節税者系ボンネットンの大人気ぶりは、国税庁の注意を引き、 1981年10月からは4人のり系、ライト版にも5.5%の物品税が課税されるようになったが、それでも常用系の物品税課税率15.5%に比べればはるかに格安で人気を大きく削ぐことはなかった。しかも完全2人の利使用であれば5.5%課税の対象とならなかったため、メーカー側も廉価版として、 後部座席を省いたニザモデルの軽ボンネット版を投入するした高さを見せた後の三菱ミニカ H32 ボルト型には運転者のみのタンザモルまで加えられているがこの30系ミニカは1993年デビューなのでこの件に関しては無関係と思われる1985年には1974年に軽乗用車カテゴリーから撤退して久しかった ホンダ技研工業が市場の動きに刺激され、停車校のユニークな軽ボンネット版 ToDay を発売して常用タイプの軽自動車市場に復帰した。これらの軽ボンネット版は主婦層やジャック年層を中心とした大衆ユーザーから広く支持され、1980年代における軽自動車の主流となった。ボンネット版は1980年代の 軽自動車マーケットの活性化に著しく寄与したと言える。その後、商用モデルでありながらデラックスな内装、豪華な設備を備えたものや、軽乗用車との企画、規制の差を逆手に取ったホットハッチが登場するなど、軽自動車市場は1970年前後の 360cc 時代を彷彿とさせる過剰装備、過剰性能へと逆行し、軽ボンネット版のあり方は、 実用者としての期限から乖離した、いささかいびつな状況を呈した。一般には、1989年の物品税廃止、消費税導入で商用モデルの割安感が少なくなり、ボンバンブームは終焉を迎えたとされる。しかし実際には、物品税以外にも、5ナンバーの軽乗用車に比べに保険や、軽自動車税はほぼ半額、自動車重量税も安く。 2010年代時点でも常用モデルに対するメリットが存在している。この時期、自動車に要求される居住性の水準が上がったことが主因であり、物品税廃止はそのきっかけに過ぎなかったとも言える。以後、K ボンネット版のラインナップは、1979年のアルト登場時のような、本来の形態に沿った簡素なレンカ版を中心に、設定されるようになった。 価格面でのリーダーはやはりアルトで、各社がそれに揃える形で横並びとなった。これもまたその時々の税制対策によるところが強い。ブームこそ個人ユーザーの軽トールワゴンへの移行もあり、沈静化したが、それでもビジネスパーソナルともに、一定の需要があり、2018年現在、軽ハッチバックのツートップの一つであるあるに唯一、設定されている。 ミニカ最終型の H40 型系に至っては、バンばかりが売れたこともあり、モデル末期は、バンのみの設定となっていた。現行車種は過剰装備こそ持たないが、安全性や居住性は、軽自動車としての基準を満たしており、なおかつエアコンや、パワーステアリング、ラジオなど、乗用車に求められる、最低限の装備は、標準で備えている。また、 従来はコスト面から省かれがちであった安全装備に関しても2014年現在充実が図られている。このようにもはや装備面では軽乗用車に肉薄するレベルにまでなっている。また正式な版としても最大2 0 0ラムの貨物を積載する能力があり、限度機着付け自転車などに比して機動性を除いた要請に勝るミニマムトランスポーターとして定着している。 しかし、軽乗用車における軽トールワゴンの人気など長引く、不強化における、軽乗用車販売競争の激化過程が、軽ハッチバック、セダン、ボンバン市場に与えた影響は大きく、販売不振等を理由に1998年に、トゥデー、2010年前後にミニカ、セダン2007年、バン2011年が事実上のライフやエックへの移行を経て、モデル廃止。 プレオは2010年に自社生産続行を断念してミラの OEM に切り替わった。2018年2月にミラが生産終了となり、翌月に OEM のプレオを含めて販売が終了となった。これに伴い、新車で購入できる軽ボンネット版はあるとのみ、同社の OEM であるキャロルは版の設定はないとなった。ミラの版は登録者を含めてもハッチバック車としては、 数少ないサンド仕様を生産、販売終了まで続けていた。なお、車両本体価格水準であるが、2018年5月、現在の HA36VR と、車両本体価格は72.3万円93.4万円である。かつては新規格車両でも、例えば h 4 2 v ミニカが、車両本体価格が60万円を切る価格で、 販売されていたこともあった。ダイハツのハイゼットキャディーやホンダの NVAN は、両車ともに、基本的に、後部スライドドアを採用したモノスペースタイプの、ハイトワゴン型軽商用車であるが、両車ともに FF レイアウトで、ボンネットフードが存在するため、これらの車種は抗議、または、アリューとしての軽ボンネット版と見なすことができる。印が付与された車種は、モノスペースハイトワゴン。 または、トールワゴンが高いボンネット版。一家のうち、1970年代中期以前の 360cc、初期 550cc モデルには、軽乗用車ベースでなく、軽トラックベースで開発された車種も含まれる。初代アルト以前の車種は、アルトのように、マーケティング戦略的に節税を狙った、実質乗用車のボンネット版とは一線を画した前。 世代の車種であり、1950から70年代に市場からの需要が高かった元来の軽商用車の中の一形態に止まる。いずれもボンネット型軽トラックベースなど。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。